はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。5時40分ですね。1月は29日のマンデーでございまして、はい、こうマンという字が目につくんです。月曜日ですね。分かってますよ。はい、中1の時に最初に習った英単語は確か曜日やったような気がしますけどね。何やろこれと思いましたよ。知らなかったもん、その当時僕。曜日と月の名前やったような気がしますね。ないけど。これはハンギョレでございまして、今日出た記事です。あ、昨日ですね。28日に出た記事。韓国で借金返済できずに競売にかけられた不動産は昨年10万5千件。9年ぶり最多ということです。ちょっと読みますね、最初ね。韓国の不動産市場の低迷と高金利の影響で昨年金融機関からの借金を返済できずに競売にかけられた不動産が9年ぶりに最多に達した。28日、裁判所の登記情報ポータルサイト登記情報広場の統計によると、昨年の不動産、土地、建物、集合建物など任意競売開始決定登記申請件数は計10万5614件で、22年に比べて 61% 増えた。 61% 増えてんて、えらいこっちゃで、ほんまに。この申請数が、申請件数が10万件を超えたのは14年、124,253 件以来9年ぶりだ。14年って何かあったかな。何もなかったと思いますけどね。ですね。まあ大体でマンションであるということが書いてあってですね。2020から21年の低金利の時期に無理に融資を受けて家を買ったいわゆる四クル族たち、かっこ霊魂までかき集めるを縮めた言葉で、無理を承知で全力を尽くすいと書いてありません。もう親戚友達金を借りまくってですね、マンション買うやーっつってマンション買った人を四クル族と言います。こいつらがパリンパリンしてるわけですね、今頃ね。まあ以下ふにゃふにゃと書いてありますけども、この10万5000件というのがですね、多いのか少ないのかという申しますと、むっちゃ多いと思います。むっちゃ多いと思います。ちなみに日本でですね、年間にですね、競売になるこう件数、不動産の件数はですね、1万5、6000やと思いますね。昔もちょっと言ってたんですけど、だいぶ減ったわけですね。1万5、6000。ということで、韓国の10分の1ですね。で、人口は日本は韓国 2.5 倍ですね。多いでしょ。人口は 2.5 倍なのに韓国の10分の1しか競売がないねんって。昔ね、不況期には2万戸台とか3万戸台あったような気がしますけどね。その時には競売業者っていっぱいいたんですけど、私の知り合いも一人やってましたけどね、競売業者。もうすぐに辞めました。まあまあそれはいいんですけど、つまりですね、これ競売にかけられるということはですね、その元マンションを買った人はですね、借金返せなくなったわけですね。ローンが返せなくなったわけだって。で、ローンが返せないから競売にかけられるけども、競売でその債権者の返済に充てられるんですけども、それだけでは済まないはずなんですよね。例えば借金が5000万ありました。競売で落としたら、あ、4000万でしたと。まあ4000万ね。そしたらですね、4000万は返済しました。1000万残ります。その1000万返せません。どうしますか。個人破産ですね。はい。だから今まだ統計数字は出てきていませんが、昨年2023年のお隣さんのですね、個人破産者ですね、はですね、この10万件ぐらいはですね、優にあると。もしかしたら数十万件あるんちゃうかなという気がしますね。それって結構すごいことですよ。多分日本は年間数万人ぐらいちゃうのかなと思うんですけど、まあ、いかにですね、お隣さんでこの競売やですね、破産が多いかということですね。ねえ。で、いかにですね、彼らがですね、その借金に対してですね、こう、無頓着かと。
あんまりビビらずにお手軽によっしゃ借りようって言うか借りて返さなくなってあかんわーってで小じはさんやーって言ってですね、逃れてるかということですね。これ変な話ね。この要は例えばさっきの例でいけばですね、残債が5000万残ってるのに競売したら4000万しかならなかったということであれば、その1000万円分はですね誰かが損してるんです。まあ、それは貸した金融機関なんですけど、でも日本の場合保証協会にそれが回りますんでですね、その保証協会が1000万円分損してるということになりますね。で保証協会はあくまでもその人に対する債権を持つわけですね。1000万円分ので、パリンとしたらですね、その債権が消滅するということになりますねははって感じですけど、でですね、そうか、そうなるわけですね。でだからですね、非常にですね、こうモラルの低いこう状況になっているんちゃうんかなと思いますけどね。そうすると保証協会が今度ですね、保証料を上げないとですね、自分たちの組織が保持できなくなるわけですね。そうするとまだマンションを買う余計なハードルが上がるという、ね、諸費用が上がるということになりますから、これね、去年からね、お隣さん個人破産を増えてるはずやでって言うてるんですけど、今年はね、いよいよその次の段階に来るんじゃないかなと思うんですね。何かと言いますと、でかい企業です。でかい、まあ、企業がですね、まあ、いわゆる倒産に追い込まれるという事態がですね、あり得るんちゃうかなと思います。今までね、でかい企業の倒産がないのは不思議なぐらいなんですよ。去年あたりもお隣さん経済ってかなりですね、弱ってきてるというか不振なんですね。まあだから株価も下がってるでしょで、いわゆるゾンビ系の企業もいっぱいあるんですよ。何でも追ってんやろうと思うんですけど、不思議なんですよ、それはね。いわゆるゾンビ系、日本もね、ゾンビいっぱいあるんですよ。でも日本はね、中小企業が多いんですよ。上場企業でゾンビっていうのはね、あんまりこう、生き残れない、こう、仕組みになってるんですね。多分ね、お隣さんっていうのは会計基準が甘いと思うんですよ。つまり、こう、隠蔽できる、あるいはですね、ルールが甘いくてですね、上場したままでいられるとか、なんかそんなんちゃうかなと勝手に想像するんですけど、だからですね、大企業のゾンビがまだ生きてるんですね。大量に生きてるんですね。でそういうのがですね、そろそろ持たなくなってくるんちゃうんかなという気がします。ここに書いてありました20から21年っていうのはですね、まだ金利がこうただみたいな時代なんですね。で2022年にですね、アメリカがどんどん、ね、1年間で 5.5% も利上げしたんですね。で韓国もたまらんっつってですね、 3.5 ぐらいまで上げたはずなんですよ。でそれがですね、聞き始めるんちゃうかなと、去年あたり出るんちゃうかなと。出なかったんですね、大きな企業は。まあ不審、経営不審企業ありますよ、いっぱい。でプロジェクトファイナンスでおかしくなってるところもありますよ。でも PF ってね、会社とは違う組織でやってるんで、ちょっとずるいんですけどね。だから PF で破綻してるところはあってもですね、本体の建設会社が破綻したっていうのはまだ大きなのは出ていないんですね。それがそろそろ出るんちゃうかというふうに思っています。でですね、こうそれが大きな企業、名の知れた企業が倒産し始めると不況感が蔓延するわけです。不況感が蔓延するとどうなるかというと、さらに株価が下がるんですね。悪循環です。で、外国の資金が引き上げ始めます。そうするとさらにウォン安が進みます。でウォン安が進むとですね、物価が上がります。物価が上がるとですね、庶民が困ります。でそこで社会不安に陥るということですね。まあでもお隣さんは選挙制度がございますから、今の政権ですね、大統領、あと3年後に大統領選挙ありますけど、それまで選挙はないという状態ですね。どうなるんでしょうかということで、まあね、お隣さんでよかったわという感じですね。日本にはほとんど影響ないと思うんですよね。韓国の場合はですね、多少不況に陥ろうがな、どうなろうがですね、こう苦境にあえごうがですね、もう助けようもないですしね、もうどうしようもないっていうのがあれでしてですね、不況になれば反日運動を起こそうかみたいなことになるかも分かりませんけどね。それ一番安直なガス抜きですから、
まあでも今回はですね、どうでしょうね、不況になったらちょっとですね、脱出するのにですね、かなりもがき苦しんで、もううまくいくかどうかっていう、なんとかこう、処方箋が見えませんね、韓国経済の。はい。ということでございまして、一応このハンギョレのですね、ページを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。